はい、どうも。今回ですね、テストサーバーの方に、新マップが追加されたんでやっていきたいと思います。なんかマップ名がビケンディっていうなんか名前で、なんかマップ名称を見る感じはなんかロシアのなんか山みたいな感じですね。で、新武器のなんかね G36C かなが追加されたり、新しい乗り物なんかスノーモービルみたいなやつが出てるらしいんで、ね、そういうのも見ていきたいと思います。てか単純にそういうなんかマップ巡りが面白そう。さ、お、マップこういう感じなんだ。これ絶対ね、思うにキャッスルがやばい。キャッスルがこのトーバーみたいな街、ディノパーク。てか結構あれだね、なんていうんだろう、マップ間の移動そんな難しくないぞ。 1,2,3,4,5,6 こうだいぶこう行き先がいっぱいあって、この真ん中でしか分かれてないから、だから基本的にこっちが降りる人が多くなるんではないかっていう雰囲気はあるね。ランバーヤード、これロシアなのかな。ペシャコバみたいな、なんとかコバみたいなやつって大抵ロシアっぽいよね。トレボノ。でも大きさ的にどうだ、これ3億よりは3億と変わらないぐらいか、より大きいがさすがに。じゃあやっていくか。これみんな、あーいいね、マウンテンクレズイニックみたいな、ここに行くっぽいな。このゴロツキみたいな名前のゴロカってところなんかすげえ気になるな、これ。これ真ん中絶対これ凍ってるからみんなで遊べるやろ、ここで。オルノバ、カントラ、ウィナリー、ワイナリーかな。ワイナリー、ウィナリー、ワイナリーだってワインいっぱいあんのかな、なんか。そんなバカなことないか。あ、ちょっと興奮してんだけど、なんか、久々の新マップってでもなんか興奮するよ、なんか。前って割と三北ってあのエクスペリメンタルサーバーとか、なんかああいうのを経由してあのやってるから、もう正式に出た頃にはああそこね、そこにあれがあったあれねみたいな感じだけど、これ全くもって情報がなく、いきなりテストサーバーにボーンで、で12月の半ばぐらいにもう出ちゃうらしいから、普通になんかもう新鮮すぎるんだけど。てか本当に足跡出てる？あ、出てるわ。これやばいな。しっかり足跡ついてんじゃん。雪原に向かってさ、俺思ったんだけどさ、火炎瓶投げたらどうなの？つくの？いや普通つかねえだろ。どうなの？つくのかな？これ、あ、でも足跡消えてる？数秒経つと。これちょっと気になるよな。消えてない？あ、ん？消えてる？消えてるか？よくわかんねえわ。あ、G36 じゃん。来たわ。こいつを DMR 枠にするから、ドットをつけて、6倍と。待て。俺、体力がねえから戦えねえ。あんなとこにいんのか。やった。絶対この先だよね。あれだ。やった。オッケー。あぶねえ。全滅の危機を何度も乗り越えてる。今 G36。バカ。やめろ。あー、これ死ぬ。気を取り直してマウントクレズニックみたいなとこ行こう。読みづら。よし。お、即死だ。あぶねえ。結構今回活躍してね。さっさとアンチ行かねえと。あ、いるいるいる。ええぞ。あの3ヘルは犬や。ちょっともうマジで
あ、また俺なんかオフルのしょうもねえ3ヘル拾うことになると多分。あ、綺麗ななったわ。最高か。もういらねえわ。敵見えねえ。全員3ヘルとかやばくない？俺ら超強くない？全然後ろ怖えやな。一応見える範囲にはいないっぽいけど。やべえ、ドキドキする。ここで場を和ませる、場を和ませる。サンヘル3ベスト舞台。3ベストではないか。あ、俺は3ベストだ。カチカチやぞ。どこだあれ。もう一人が分からんねんけど、こいつら撃ってる。あ、死んだ？死んだかあれ。平気で木の中とかいるからなこいつら。大丈夫？死んでるな。こいつら撃ってたやつがどこだ。あっち側にいることは確定なんだけど、こっち側いないと見ていい。絶対間違いない。あの岩だろうな。あの岩かな。どっちかの岩、手前か奥の岩にいるんじゃない。あ、死にたくない。一旦といてください。あ、家か。あんなとこに。よそも怖えかんな普通に。マジか。最悪やな、アンチマジで。チャンス。これグレ飛んできて終わりやな。ふざけんな、マジで。やべえだろ、このグレ。頼む。お前だ、お前だけが頼りだと。いや、無理か。頼むぞ。ちょ、おい、頑張って。そうそうそう。あ、やばい。これ。これ1対5じゃね？ナイス！あ、これグレーで終わる。惜しい。あー、しゃあねえか。3位か。え？どういうこと？え？なんで？え？え？味方やんな、あれ。これ完全なるやらかし？あ、ボリゾー。さあ、いいと。あー、これこの人勝ちそうだな。戦う。あ、あ、
負けた。いやー、いい試合だったな。なかなか。